ハロー YouTube ニーハオヨーコンリンチーです。ですね、今日もですね、日中をまたにかけた、隣のバイリンガルの僕が、皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。今日のニュースね、1本目、中国の、ウイグル自治区の、カシュガルでね、結構ね、例の病気が、の感染者がね、たくさん出てて、ちょっとね、パニック状態っていうかね、封鎖状態に陥っているみたいなんですけどもね、あの地域もなんか他の地域に近すぎて、国境線も近いということで、僕ね、この病気はね、もうね、大陸は無理、大陸を抑え込むとか無理、だと思ってるんで、一時的に抑え込んだとしてもね、どっかからひょこっとなんか誰か入ってくるとか、猫を伝って感染してくるとか、そういうのでバーって広まっちゃうんで、僕は基本的にその、隔離とかね、そういったものは、無駄だと思っています。世界中のね、大統領とかね、首相とかもね、かかってるしね、そんな感じでやるだけ、無駄だと思っております。今日の本題なんですけども、上海ですよね。上海で、とあるね、女性がですね、とある女性というか夫婦がですね、有名な仲介業者を通して、だいたいね、日本円で2億円ぐらいのマンションを買ったと。で、マンション、これマンションを買うときにね、そのいろんな条件があったみたいなんですよね。要はね、母親と一緒に住める、夫婦と母親とね、あと娘と一緒に住める、広さがあることと、ほら娘がね、学校に行けることと、場所を見てたらね、僕の家からね、なんとかチャリで行けるぐらいの距離で、あの場所でこんな高いんだみたいな、そんな場所なんですけども、彼らはね、2億出してね、買っちゃったと。これね、2億出しても買っちゃうようなとこでもね、多分ね、賃貸にしたらね、年間200万で済みますからね。それでですね、買ったはいいものの、とあることに気づいたんですよね。ひょっとしたらね、この自分の娘がその行きたい小学校に入れないかもしれないと言って、調べたところ、前のその、その家の持ち主の、子供がですね、2年ぐらい前、何年か前に、もうその小学校に入ってたと。で、その小学、だからその不動産1個あたり、5年に1人しかなんかその小学校に入れないみたいな、決まりがあったみたいなんですよね。中国っていうのは、なぜかね、不動産とその戸籍っていうのがね、結びついていて、例えばね、上海の、戸籍を、持ちたければ、上海にね、バカ高い、不動産を持ってないといけないと。それが第一ですね。それでですね、その不動産持ってる、そのエリアの、小学校にしか行けないと。で、教育レベルが高いと思われがちなエリアの、不動産の価格っていうのは、バンってこう値段が上がるみたいな、そんな感じになってるんですけども、今回のこの場合ね、2億出して買ったんですけども、その前のその持ち主の子供がね、もう入ってたんで、自分のその娘が小学校に上がる年齢になる頃には、まだその枠が空いてないと、そういったね、トラブルに巻き込まれて、で、それで仲介業者に、どういうことだと、そういう話をして、仲介業者の方は、50万元、日本円にしてね、750万円の損失、費用を払うと、そういった話をしてるんですけども、それじゃあね、全然足りないと、全然もうごまかされたみたいな感じだと、そういうふうにね、この新しい不動産買ったね、王さんっていう人は答えたと、そういう話なんですけどもね、相変わらずね、アホシステムの中にそのアホがいるという、そういう話ですよね。2億ね、普通にね、どっかに入れといたら、5% で回したとしても、年間にね、大体1000万ぐらい出てきますと、それでね、税金まともにその
税金払ってまあ800万ぐらいになって、それでねあの200万ぐらいでそこの家賃払っての同じ場所でね、まあ、そこに住めると。で、600万余裕が出ると、働かなくてね、一切労働しなくてね、出てしまうんですけども、その600万の余裕で生活しながら、娘はね、どっかの私立に通わせるとか、そういうふうにすればいいじゃないかと、としか僕は思わないんですけども、やっぱね、アホってね、調べる能力ないんですよね。で、多分、まあ、事業でもね、まあ、それなりに成功してたのかもしれないんですけど、まあ、結局、早めに不動産買って、その値段が膨らんできて、まあ、この夫婦の場合ね、前の不動産を売って、ここに移り住んできたみたいな感じなんでね。要はね、まあ、本来的に中産階級になる頭すらないんだけども、不動産の価格が膨らんじゃって中産階級になっちゃったんで、その資産を持ってしまったと、そういう夫婦なんですけどもね、だからね、やっぱりね、頭がね回らないんですよね。日本円にして600万ですよ。もう上海だとね、もうウハウハな生活がね結構できるんですけども、頭が足りないとね、そういうことをできないんですよね。で、このね、娘さんね、ワンチャンその小学校に入れたとしても、またダサい服を着せられて、まあ、無理やりね、ダサいジャージのような制服を着せられて、全くもう役に立たない授業ね。もちろんね、全部が役に立たない、とは言いませんけども、余計なことをやらせすぎなんですよね。まあ、要はね、まあまあ、これ小学校だからちょっと違うんですけども、まあまあ、まあまあ、そのコースとしてね、その小学校、中学校、高校っていう、そういう上がって、その、中国のね、有名な大学に入るという、そのコースに乗ったとしても、途中ね、古文とか歴史とか、なんか政治思想とかね、余計なものに、時間を無駄に、せざるを得なくて、まあ、それでね、大学に入って、なまじね、その、まあ、まあ中国、まあ、上海だからね、復旦大学とか、上海交通大学に、入っても、まあ、どうせね、ほら、まあ、最新鋭のチップセットとかね、作れるような、グループには入れないと、グループにはならないし、そういう能力も身につかないと。で、かつその、まあ、超優秀だということで、上海あたりでね、年収、300万になったとしても、その、まあ、そんないい暮らしができる、わけじゃないと。ね、その利子に比べりゃね、働かないで、600万、800万出てきて、200万の家賃でぼーっと暮らすのと、一生懸命ね、この無駄なことを勉強して、全然使えないことを勉強して、それで大学まで行って、大学出てその300万ひいこら稼ぐと、まあまあ300万で、すぐに300万じゃないですよ、何年もかかるんですよ。まあ十何年かかって300万ぐらいになって、それを稼いでいくと、その間にね、このね、2億で買った、不動産はね、どうせまあ中がミスト状態になって、キノコとかね生える状態になるなっていくと、ね、本当にね、バカってね、ずっとバカなんです。親がバカだと、子供もバカになる。ね、これがね、本当の豚なんですよね。まあ、正直言ってね、こいつらのことね、僕ね、豚だとしか思ってないんで、やっぱね、この飼育されてるんですよね。この飼育されてる感がすごい。だから永遠にその脳みそが、その不動産買って、なぜかわけわかんない不動産買って苦労すると、それしかもう頭が回らないと。まあ、この娘さんね、僕だったらまあさっさと賃貸に乗り換えて、で、まあ、それなりに国際学校、国際小学校、国際中学校、行かせながら、まあまあ大学はね、留学、させて、まあね、世の中ね、別に好きか嫌いか別にしてね、それなりに、まあ、勉強は必要なんだけども、まあ、意外と楽にその収入を、まあそれなりの収入を手に入れて、まあ、あんまり長い時間働かずに済んで、余裕で暮らしていくっていうことはできますからね。別にその、2億から出てくるね、利子をね、ひたすらね、どうにかしてその海外にね、ちょっとずつ持って行ってね、そこに貯めていくとか、まあまあ、その娘さんもね、まあ、どうせ、まあ、働かなくていいんだから、その、例えばね、どっか海外行っちゃってね、働いたらね、まあ、それなりのお金入ってくるわけなんですよ。で、その給料全部自分で貯めて、
まあまあ不動産、もしね、あの不動産、買うのが、適切あれであれば買ったりとか、そういうふうにしていけばね、もう本当ね、あの労働時間ね、あのはるかに少なくて、楽な、生活ができるんだけども、まあね、中国人のね、あの IQ じゃね、そこら辺ね、やっぱね気づかないんでしょうね。はい、今日のね、この動画がね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。ついちゅう。